こんにちは。情報で発信することと情報で発表することと紙一重ですね。あの、ご存知かもしれませんけども、先日ね、あの、報道番組かなんかの中で、ニュース2-3かなんかの中でですね、あの、各国政政党の党首がなんか話すみたいなのがあったんですよ。で、国政政党の党首が話すってことは、これはあの、国民に選ばれた権力者が話すわけなんで、 一応その情報発信についてはね放送禁止用語とかをもろに使ってない限りはって前提はあると思いますけどもあの思想信条の自由宗教の自由政治活動の自由を憲法にうたわれてる手前ね放送局がそれを遮ってはいけないんですよね。まあ、でも N 国党の立花隆さんは、えー「情報は武器ですと」と「情報は核兵器に勝る武器です」と。でえーマスコミは 嘘をついてますと。本当のことを隠しています。っていうふうにしゃべったところ、放送をね、えー、とやめるように言われて退席をさせられたんですよ。それこそあの、まだセリフの途中でね、オチも何もないまんま、強制退場させられたっていうことがありました。うん、これがですねあの、憲法違反ということで、もうもろ憲法違反ですよね。 えー、テレビ朝日と大越っていうキャスターが訴えられるというね、事態には発展しました。つまりどういうことかっていうと、情報っていうのは隠しておきたい情報があり、それを暴露されたらあ困るっていう人がいてね、情報っていうのの価値がこれほど高いってことなんですよ。信じる信じないはともかくとして、その情報を話されたら困る。多くの人が知ってることであっても、放送局から 話すことによって。非常に深い影響があるという風に考えてるんですよね。でも、放送に影響がなくなったら何の意味があるのかなっていうところもある。矛盾も孕んでるんですよね。つまりはまあ、テレビやラジオ雑誌などが報道を知ることによって、多くの人がそうだよね。って納得して同じ方向に世論が向かうっていうのは、この全体主義っていうのはね。あのかつて大東亜共栄圏。を誇った。 大日本帝国が戦った愚かなその戦争にもつながるしナチス・ドイツの思想にもワイマール憲法にもつながるわけなんですよね。まあ、ですので常にいろんな情報を取り込むこともしくは放送者側はあらゆる視点の情報を発信することによって情報のねこの、まあ、平等というのか公平というのかそれを担保しなきゃいけませんよね。 確かに人が知ってることであろうと思う。改めて話すこと。で多くの人が疑問に思っていること。これもいろんな視点から解説すること。最終的にどれを選ぶかっていうのは視聴者に任せればいいし情報を取った人に任せればいいんですよ。だからテレビのね放送の中で a 8ネットとかねファンクルとか自己アフィレートのポイントサイトとか紹介されたことあるわけですよ。ありますよね。でもアフィレートって仕組みが詐欺とも何とも 言言わわれれなかったり言われたりりスマホの着信音でなんか月収4,000万っていうのはテレビで放送されて知った人がそんな世界があるのかって気づいたりなんか怪しいから近づくのはやめようっていうふうに気づいたりそれによってテレビっていうのは信頼を失ったりとかテレビっていうのがねインチキだとか言わないんですよねでなんでインチキなのかっていうとテレビが知っていて国民が知るべきなのにそれを発信しないことまさに情報は武器と言えるかもしれませんそのの武器っていうのは 情報発信することにによって視聴者に届く。その武器を届けない時なのに届けないのもこれまたね武器の使い方ですよね。まとめるとですねやってはならないことをやった人やるべきことをやらなかった人どちらが罪が重いんでしょうかということで「罪」でした。いってらっしゃい。